アンドレアス・マイスリンガー。アンドレアス・マイスリンガーは、オーストリアの政治学者であり、オーストリアのジデンクィエン園シュドの創始者である。ザルツブルク郊外のザンクトン・ゲオルゲンに生まれ、歴史学と政治学をザルツブルク、ウィーン、フランクフルト・アムマイン、ベルリン、そしてオスロにて学んだ。1980年に、哲学の博士号を、博士論文、 オーストリアの防衛政策の問題点により取得した。その翌年、ベルリンの平和支援活動ポーランドを担当部にて、また、ビルケナウのアウシュビッツ博物館において、平和支援活動を行った。そして引き続き、非軍事的益務を、ウィーンの国際友和会にて果たした。1982年から1991年まで、インスブルック大学、ニューオーリンズ大学、 ベルリン大学、エルセレムのヘブライ大学にて勤務した。1992年からは、ブラウナウアムインにおいて、毎年開催される、現代史のシンポジウムの責任者として活動している。また2000年には、アドルフ・ヒトラーの聖火の近くに、責任の家を開設することを提案した。1998年に、オーストリア海外法師を設立した。日本における、 最初の海外奉仕活動者、ステファン・ベルガーは2005年8月1日より、広島平和記念資料館にて活動を開始し、2006年7月31日に、区終了。ついでチェザル・コンスタンティネスクが2007年1月より、同所にて活動を開始している。ありがとうございます。